ははい、えー、それではですね今回は司法書士試験受験生が知っておきたい行政書士試験攻略の規定ですね始めていきたいと思います、えー、担当いたしますのは行政書士試験加工士の平林ですどうぞよろししくお願い,いたします えっと、今回なんですが、まあ、司法書士試験受験生が、やはり例年,この年です、この時期ですよね、7月に本試験が終わって、まあ、どうかなという、ちょっと悶々とした空気ですよね、ここと戦いながら合格発表を待つという方が多くて、でこの間、何もしないのもあれで、ただ、司法書士試験の勉強をしようかなと思うものの、 まあちょっとこうエンジンがかかりきらないし、どうしようかなって、そういうふうになってしまう時期だと思います、実はこの時期に結構、行政書士試験の勉強をするという方が最近本当に増えてるんですね、なので今回、ちょっとこういうタイトルということで、司法書士試験受験生がまあちょっと行政書士試験やってみようかなって思った場合に、どんなことに気をつけないといけないのかというふうなお話をちょっと簡単にですがさせていただきたいと思います。まあ、2つのこことととに注意をするということが何よりも 大事になってくるんじゃないかと思います。その2つの話をする前にまあ、ちょっと1個データを出しておきます。えっと直近5年間の試験データということで、こちらに今載せています。平成29年度はまだ実施されておりませんので、一旦28年度までのデータこれを載せております。 でまあ、受験者とか合格者はとりあえず置いといて合格率の方を見ていただくと合格率の方がちょっとここが高かったんですが全般的に見ていただくと,、えー、と9%前後というイメージです10%いくかいかないかぐらいこれが行政士試験の合格率なんだという,ふうに考えておいてくださいでこれってどのぐらいなんですかとこの10%いくかいかないかぐらいってどのぐらいの難易度なんですかってことなんですが。司法書士試験的にいくと一の卓の基準 ギリギリでもいいんで、ギリギリでも構わないので、択一式の基準点突破者、この午前も午後も両方、択一は基準点突破しましたよという方が確か10%いるかいないかぐらいだったかというふうふに思いますので、まあ、司法書試験的にいくと、この択一ギリギリ基準点突破するかないしはしないかぐらいのところにいるようなそこまでいくと実は行政書士というライセンスが手に入る、そんなようなイメージです。 難しさというか難易度というかというところで、まあ、もちろん科目の数も違いますし、あの試験制度も違いますからね、一概には言えないんですけど、だいたいそのくらいの人たちが合格していってるぞというふうなことは認識しておいていただくといいと思います。はい ですねでえー、と合格基準点なんですが、これも一つ,ずつ情報として知っておいてください、えー、と合格基準点のところ、まあ、一番これ気にしなくていいです、気にしている受験生がほぼいないので基準点を見ていくとこちらですね、えー、と試験全体の得点がこれ180点以上180点以上というところをまず認識しておいてください、まあ、24点以上というところもあるんですが、ここは今、とりあえず気にしなくていいです。あのひとまず試験全体の得点が180点が以上これ 300, 300点満点の試験なので、300点満点満の試験ですからそこから180点、つまり6割の得点,力でいいと得点率でいいということです、なのであの実は司法書士試験から行政書士試験にこう移行してくると、まず驚愕するのが結構難しい問題が多いんですよね。 あの司法書士試験でいうところの合否を分ける問題というんですか,かちょっと捨てもんですねと言われてしまうような問題が実は司法書士試験よりもかなり多く含まれているということになります結構、司法書士試験受験生がいきなり移行してやらかしてしまうのが司法書士試験と同じようなノリで全問を解いてしまうことなんですよね。 で司法書士試験だと、どっちかというと捨て物というものが少なく、とりあえずこう頑張って稼いでいくで、8割ぐらい取っていくという感じだと思うんですが、行政書士試験の場合、6割が合格点なので、司法書士試験に比べてかなりです、ね、難問というかう、普通勉強してないんじゃないかという,ふうなところが多いわけです、なんでちょっとそこは意識を変えていただいた方がいいかなというところですこれが概要です。 では大事なポイントちょっと2つお話ししていきます、この出題形式配点にちょっと関わってくるんですが、まあ、今回お時間もそんなにありませんので、少しだけお話をさせていただくと、よくですねあの行政書士試験を受けてみようってなってくると、やっぱり未,未,学習の科目未学習の科目である行政法であったり、この整形者情報法ですね、まあ、文書理解は勉強するとかそういう話ではないと思うんで、どっちかというと、この 行政法であったり、政権者であったり、情報法であったりといったような、ちょっとこういうところに目がいってしまいがちなんですが、実は、ですね、あのー、これ半分正解半分正解です、ただ実はですね、勉強している科目、憲法、民法、商法です、憲法、民法、商法のところで、実は憲法が28点分。まあ 司法書試験よりも倍以上って感じだと思いますけど、くらいの配点があり、さらに商法の方が20点あり、で民法が76点なんです、28、多数20、多数76ということになりますので、実は奇襲の科目でこれ124点あるんですよね、奇襲の科目で124点あるという掲載になります。 要は300点中の124点分はすでに勉強したことがある科目です、まあ、しかも基礎法学って割ともう皆さんが勉強したような民事訴訟、民事執行、民事保全といったような内容からあとはまあ法律の読み方ずっとやってきたと思うので。 というような一般的な内容が出ますのでここについても勉強は普通しています、なのでここもプラス8って考えていただくと合計132点、132点が実はもう学習済みの科目になっているんだということになるわけです。はい、そう考えていくとですね実はここ 未学習の科目確かに行政法って百十二点分百十二点分も配点がされていて既学習に匹敵するぐらいのものがあるんですがまず一点目として重視しないといけないこと考えておかないといけないことは既学習の科目で実は百三十二点も出るんだということです百三十二点も出るんだということですねで司法書士試験受験生が行政書士試験に受からない原因の大きな 一つがこれなんですこのすでに勉強している科目の132点のところが全然取れないまあ要は司法主試験勉強してたからいけるんじゃないかというふうな、まあ、そういうふうな感覚で言ってしまうと結構取れないんですこれ問題の難易度がそんな劇的に簡単ではないので まあ確かに民法なんか商法なんかを比べると確かに解きやすくはありますことに商法なんてすごい解きやすいと思いますがそんなにですね、劇的に簡単というわけではないですこれ過去5年分の問題をぜひ解いてみてくださいすさまじく簡単こんなんでいいんですかということにはまずならないですなのでまず意識していただきたいことはこの 非学習の科目、すでに勉強している科目の132点分ことに民法と商法の力を落とさないということなんですね、これがまず大事だということです、でまだ現時点で例えば司法書士試験の方で基準点突破が怪しいということになってくるとこれはです、ね、11月の行政書士試験までに少なくとも司法書士試験を受験をしたらその科目の基準点は普通に突破できますよと。 まあ科目ごとの基準点なんてありませんけどイメージでいくと民法だったら16、17ぐらい取れますと、商法だっったたらら万ぐらい取れまますと言ったようにそのまず司法書士試験におけるような基準点突破、これが要求されてくるんだというふうふに考えてください、まあ、だからいい学習のペースメイクになるって皆さんおっしゃるわけです、少なくとも年内にその午前科目の基準点突破ができるくらいに追い込むっていう,ふうなペースメーカーになるわけですからみんなこれを受けたくなるわけです。 で、これが1つ目で2点目なんですが、これなんです。やっぱり行政法が112点出ますから、行政法が112点出ますので。そこの勉強もこう欠かさないでやっていただくという形になります。ただですね。あの司法書士試験の受験生が行政書士を受けますよ。というふうになった時に、この行政法って大体何点ぐらい取るかって言うと、大体何点ぐらい取るかって言うと実はですね。これ70点いくかな？ぐらいです。70点いくかな？ぐらい。 ですね、これ、感覚的にいくと司法書士試験受験生の感覚的にいくと不動,産登記法不動産登記法で16問中の大体9問とかそれくらいしか取ってないって感じなんですただ民法なんかでいうと20問中の12とか13とかそのくらいしか取っていかないっていう感じなんです、これでみんな受かっています要はこの132点の方で特定を稼ぐっていうポイントが1点目。 でここについては大体みんな70点くらい取れるような勉強でいっちゃってるっていうこの現実をしっかり認識しておくといいと思いますでこれをです、ね、しっかり考えていただくと実は行政法なんかに対する勉強ってそのくらいでいいんですよ、不動産登記法で16問中の9問くらい取るような勉強民法でえ20問中の12、3問取るような勉強の量で構わないということになってくるんです。 でしかもですね、行政法ってあの過去問の繰り返す、です。結構過去問が繰り返す科目なんで、この70点っていう数字は、要はほぼ過去問10年分をマスターするに等しいと考えておいてください。過去問10年分をマスターするに等しいということです。うん、なので、ちょっとですね、あの行政法すごいしっかり勉強しないといけないんだな、本腰据えないと、 っていうのは実は対策と違って、これが2点目なんですね、行政法については大体6割から7割くらい、まあ、60%くらいの、えー、学習にとどめていただくということです、逆に司法書士験受験されている方、こっちです、132点というこっちについて8割型、9割型点が取れるぞという,ふうな状況になんとかしていただくと、これが攻略の掟きなんです。 行政書士兼を勉強するときにどうしても未学習の行政法を頑張らないとってイメージがありますけどそっちは6割くらいでいいんで。 もう過去問、まあ、講義聞いて、過去問解いて、しっかりマスターをするくらいの勉強にとどめていただいて、むしろ今まで皆さんが勉強した方の基準点突破ができるくらいの勉強を深めるんだと、もう司法手試験の勉強を11月に終わらせるんだぐらいの感じにすることが実は大事なんだと、それがペースメーカーになってくるんだというふうふにお考えいただければというふうに思います。え詳しくは 全般的なですね、学習の内容なんかについてはまた無料公開講座とありますので、そちらで参照していただければいいと思います。今回はここまでということにしておきたいと思います。お疲れ様でした。